こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のナイロンジャケットナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ今年はですね、結構夏の暑い期間が長かったので、秋のスタートがかなり遅かったですよね。でも最近はようやくですね、気温が落ち着いてきまして、秋の着こなしが楽しめるような気候になってきましたが、そうなるとですね、僕たち大人世代にとって欠かせないのがナイロンジャケットかなと思っています。まあアウターにもいろんなジャンルがありまして、綺麗な雰囲気のカバーオールがあったりですとか、定番的なテーラードジャケットがあったりですとか、他にはカーディガンを羽織ったりだとか、そういったスタイルもありますが、もうちょっと気軽にですね、スポーティーなナイロンジャケットをサクッと羽織るというのもですね、結構気軽ですごくいいのかなと思うんですね。まあ、僕自身もこのジャンルは好きで、今までにいろんなものを購入してきましたし、皆さんにもご紹介をしてきました。まあ、その中で特におすすめのものをですね、今回は5つ挙げながらですね、じゃあどれが大人の男性にとって最強なのか、このあたりについてしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。もちろんですね、最強を選ぶということで、トータルバランスでナンバーワンはどれなのかという観点もお伝えしますが、まあ部門ごとにこういった目的だったらこれがいいよねというところで、またちょっと細かな部分でもですね、ナンバーワンを決めていきたいなと思っていますので、まあ、ぜひ皆さんのライフスタイルだとか趣味嗜好に合ったですね、ナイロンジャケットを買い揃えていただく際にですね、参考にしていただければなと思っています。まあ、こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきますので、まだの方はチャンネル登録の方とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に大人の男性におすすめのナイロンジャケットを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目は僕も今着用していますが、ノースフェイスのコンパクトジャケットですね。価格は 15,400円ということで、これはやっぱり一番最初にお勧めしたいですね、名作のナイロンジャケットなのかなと思っています。まあ、このジャケットはノースフェイスのナイロンジャケットでいろいろと購入してきた中でも最も今のファッションとの親和性が高くて、気軽に待ち着として活用しやすいような、そんな一枚になってるかなと思っています。まあ、ナイロンジャケットというと、まああまりですね、トレンドに左右されないようなベーシックなアイテムかなと思うんですが、まあ、とは言ってもですね、サイズ感みたいなところは微妙にアップデートされているんですね。まあ、ノースフェイスのナイロンジャケットって割とですね、サイズ感的にはジャストな感じだったんですね。なので M サイズを選んでもちょっとですね、サイズ感ぴったりめかなと思うことも少なくなかったんですが、こちらのコンパクトジャケットなんですけど、着てみるとですね、 M サイズでも結構コンパクトという名前ついてるんですけども、ゆとりがあるんですね。ちょっと立ってお見せしたいなと思うんですけども、全体像としてはこんな感じ感じですね。身長164センチ53キロの小柄体型で、 M サイズちょっとゆとりがあるぐらいですね。なので人によっては S サイズでもいいぐらいのサイズ感かなと思います。まあ、このように今のトレンドをちゃんとですね、意識したような少しゆったりめの設計になっていまして、まあ、素材はですね、ナイロンなんですけども、なんかナイロンっぽくないんですよ。光沢感もないし、触った感じもコットンライクなので、よりこう待ち着として普段着の中に馴染みやすいようなアイテムなんですね。まあ、そこが最大のポイントで、ノースフェイスのロゴもですね、通常であればこのあたりにつけそうなんですが、あえてこの脇腹ぐらいについてるというところ、それもですね、個人的にはひとひねりあって、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、カラー展開も豊富なんですが、僕はまず最初にこのブラックを買って、すごく使い勝手が良かったので、続いて購入したのがこちらのですね、ニュートープというカラーになるんですね。これもですね、結構気に入っていまして、なぜなら僕はですね、今もそうなんですが、ブラック系のパンツを履くことが少なくないんですね。そうなると、ブラックのパンツにブラックのナイロンジャケットだと、やや重たいのと平坦に見えてしまうので、そこをですね、このようなニュートープっていうカラーを入れてあげることで、ちょっとクロート感の漂うような、そんな雰囲気にまとめることができるんですね。男らしいオリーブっぽい色合いなんですが、品のあるですね、雰囲気に仕上がっているので、決してカジュアルになりすぎないというところが、なかなかバランスのいい仕上がりかなと思っています。まあ、まずはですね、ベーシックなブラックを選ぶのが鉄板かなと思うんですが、まあ、すでにですね、こういった定番的なナイロンジャケットを持っている方は、このようなニュートープはすごくいい選択肢の一つかなと思っています。他にもカラー展開いろいろとあるんですが、その中でもブラック×ニュートープというですね、ツートンカラーのものがあるんですね。こちら見ていただきたいんですが、これもなかなかかっこいいなと思います。今僕が持っているブラックとニュートープをちょうどですね、溝落ち部分で切り替えて2色を使っているというような、なかなか変わった仕上がりなんですけども、ノースペースの中ではこのようなツートンカラーってよくやるんですね。オリーブ系の色とブラックのツートンはよくやるんですが、
まあそれをですね、コンパクトジャケットに落とし込んであるのも、これもなかなかいいかなと思います。ちょっと在庫状況が怪しいんですが、まあこのあたりもおすすめなので、王道のブラックなのか、ちょっと変化球のニュートープなのか、1枚で着てもちゃんと着映えするようなブラックかけるニュートープなのか、まあこのあたりで検討していただくといいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目はですね、僕が今着ているパタゴニアのトレントシェル 3L ジャケットですね。価格は 27,500円ということで、まあ先ほどのノースフェイスに比べるとちょっと金額が上がるんですが、かなり本格派の1枚になっているので、これもおすすめしたいアイテムの一つかなと思います。まあ最近ではこのナイロンジャケットのジャンルの中では、まあ二大巨頭は、まあかつては僕の中ではノースフェイスとアークテリクスだったかなという印象だったんですが、アークテリクスが人気高すぎて買えない問題があって、ちょっと最近はおすすめするのを抑えています。そこでまあ最近よく出しているのがパタゴニアなんですね。まあパタゴニアも非常にですね、人気のあるブランドで、まあ僕ら世代だと古着なんかでもよく見ていたようなブランドだと思うんですが、環境に配慮したブランドとして今なおですね、注目をされているブランドではあるんですが、まあそんなパタゴニアのですね、大定番モデルといえばこちらのトレントシェルジャケットかなと思っています。ちょっと立ってみますね。まあ全体像をお見せするとこんな感じなんですが、まあそれぞれ比較するとすごく分かりやすいなと思ってまして、先ほどのノースフェイスのコンパクトジャケットに比べると丈はですね、やや長い印象なんですね。だけども身幅に関しては割とコンパクトなんですね。この部分にはゆとりがないというところで、割とですね、縦長の雰囲気のアウターになってるかなと思います。割とトレンド感を拾ったようなサイズ感ではなくて、一般的な海外のブランドのサイズ感かなというのが僕の中での印象です。で、触った感じもやっぱりですね、ナイロンジャケット特有の張り感があるんですね。このあたりの方がより一般的なナイロンジャケット感はあるかなと思います。先ほどのコンパクトジャケットがちょっと異質と言いますか、素材の質感がコットンライクで、まあ、より待ち着に特化してる感じがするんですが、こちらのトレントシェルに関しては割とガチな感じですね。3層構造になっていて、まあ、しっかりと防水性もありますし、湿気は逃してくれるというところで、快適さをですね、しっかり担保できるという意味ではガチのアウトドアウェア感があります。ですので待ち着としても使えますが、登山だとかアウトドアキャンプの場面でもガンガン使っていただけるような、そんなですね、本格化のアウターかなと思っています。で、カラー展開こちらもすごく豊富なんですが、僕が選んだのはですね、あえてのブラックではなくてスモルダーブルーというカラーなんですね。まあ、ブルー系のカラーなんですが、ちょっとこうグレイッシュな雰囲気があって、ブルーグレーみたいな中間的な色合いに仕上がってまして、この色合いがめちゃくちゃかっこいいなと思いました。パタゴニアらしい色というよりは、この色自体にはすごくなんかモダンで今っぽさを感じるんですよね。こういったカラーがパタゴニアから出てくるというのは個人的にはちょっと意外性があったんですけども、この色味だけで一発で好きになったのがこちらのトレントシェルジャケットかなと思っています。待ち着としてももちろん優秀かなと思うんですが、どちらかというとアウトドアシーンで活躍してくれるような一枚かなと思うので、まあそういった場面で使うことが多い方には結構おすすめのナイロンジャケットかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のですね、ナイロンジャケットなんですが、ゴールドウィンのですね、リップストップライトジャケットですね。こちらの商品になります。ここで皆さんにお詫びがあります。こちら、ナイロンジャケットと言いましたが、ナイロンではありませんでした。素材はポリエステルということで、まぁ、ちょっと選出しようか悩んだんですが、同じようにフード付きのスポーティーなアウターというところでは、まぁ、ほぼほぼですね、ジャンルは同じかなということで、今回はこちらの中にあえて入れさせていただきました。結構僕はゴールドウィンのですね、アイテムが好きで、ランニングウェアとか、スポーツ系のアイテムはですね、結構最近はゴールドウィンで揃えているんですね。まあ無駄を削ぎ落としたセンスのいいアイテムが多いのがゴールドウィンで、僕はですね、結構好きなんですね。まあノースフェイス自体も好きなんですけども、最近では結構街で被ることも増えてきているので、まあノースフェイスからもうちょっとブランドのロゴをパッと見ただけではどこだかわからないというですね、まだ認知度がそこまで深くないというところも含めて、僕は結構ゴールドウィンが好きなんですね。その中でも今回ご紹介するリップストップライトジャケットはかなりデザイン的にもミニマルでらしさが溢れているんですが、個人的に一番好きなディティールとしては正面の、まあ、この腰のポケットですね、ハの字のように入ったポケットのですね、付け方、これが好きなんですね。たったこれだけのデザインなんですが、シンプルで無駄を削ぎ落としたデザインの中で一つのアクセントになっている場所なので、個人的にはこのバランスすごくいいんじゃないのかなと思っています。サイズ感はですね、ベーシックよりは少しだけゆとりを持たせ
せていて、このあたりのデザイン性の高さというところですね、まちぎとしてもしっかりと使えるというところで、よりですねスポーティーなところからまちぎへのフィット感というところで言うと、ノースフェイスよりもよりですね洗練された日常着としての側面も強いのがゴールドウィンなのかなと思っています。カラー展開も豊富なんですけども、結構ブラックはベーシックで使いやすいのは間違いないです。個人的にはディープブラウンだとか、あとはベージュ系のカラーですね、このあたりもなかなか雰囲気が良くて、ブラック以外のカラーに関してはやっぱりですねそのブランドの個性だとかセンスがもろに現れる部分なんですが、やっぱりゴールドウィンはセンスいいなっていうのを改めて実感するんですが、まあ、特にディープブラウンですね、ちょっと在庫がかなりなさそうなんですが、深めのブラウンでコクがあってなかなか雰囲気が良さそうだなという印象ですね。価格が 22,000 円ということで、そこまで高すぎないのもありがたいですし、もう一つ結構ありがたい点としてはジップ使いなんですね。個人的にはこのダブルジップになっているところ、これが地味に嬉しいんですよ。ダブルジップというのはこうジップを上げますよね。そしてさらにもう一回ですねジップを開けると、下に着てるシャツとか T シャツを見せることができるような仕様で、これができることで重ね着した時の魅力がさらに増すので、ダブルジップの機能はすごくありがたいなと思っています。先ほどご紹介したノースフェイスだとかパタゴニアのアウターに関してはダブルジップじゃなかったんですね。このあたりが備わるとすごくありがたいなと思ってるんですが、まあ、ファッション性の高いですねゴールドインはしっかりとこのあたりもつけてくれているのがありがたい点かなと思います。まあ、コンパクトに持ち運びしやすいようなサイズ感になるというところでも、旅先だとかちょっとした外出の際にも持ち運ぶことができるので、これは名作だと思います。まあ、毎シーズンカラーは微妙に変わってくるんですが、オーソドックスなブラックかもしくはシーズンカラーというところで、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はこちらですね。ラッセルアスレチックのグリーンレベル別注バージョンのナイロンフーディですね。価格は 13,200 円ということで、まあ、今回ご紹介する中で最もですね価格が抑えめなのがこちらのですね別注版のラッセルアスレチックのですねナイロンフーディなんですね。これはですね先日グリーンレーベル自由が丘店さんにお邪魔した時に実際に試着をしてですねすごいいいなと思ったんですね。まあ、ラッセルアスレチック自体はかなり歴史のあるブランドなんですが、スポーティーなアウターを得意としているブランドで、まあ、皆さんもですね一度は名前聞いたことがあるかなと思います。ロゴも見覚えがあるという方も少なくないかなと思うんですが、まあ、そのブランドに対してグリーンレーベルが別注をかけたのがこの1枚なんですね。色はですねネイビーとベージュの2色あるんですが、個人的にはこのダークネイビーの色合いがすごくいいなと思いました。先ほどもちょっと触れましたが、ブラックのパンツと合わせるとどうしても重たくなってしまうんですね。ですがアウターをネイビーにしてボトムスをブラックにすれば、ちょっとの色の違いなんですが少し気の利いた見え方になってくれるので、まあ、ネイビーの色味もすごくいいなと思うんですね。で、こちらのアウターに関しては、まあ、どちらかというとガチのアウトドアウェアというよりはやっぱりこうトレンド感を抑えて、なおかつまちぎとしても使いやすいようなガチよりもまちぎよりのですねアイテムになってるかなと思ってるんですね。左胸にはブランドのロゴが入ってるんですが、あえてですねその刺繍も本体と同色にすることで、あまりブランド感というのを前に出すぎないように調節してるところもかなりバランスがいいかなと思いますし、この素材感もですね、一番最初にご紹介したノースフェイスのコンパクトジャケットとすごく近しいところがありまして、本格的なナイロンというよりは少しですね、コットンライクな質感に仕上がっているので、よりまちぎとの相性もいいのかなと思っています。まあ今のトレンド感をちゃんと活かした着こなしをしたいだとか、普段持ってるアイテムの中に取り入れても浮くような感じがしないものが欲しいという方にはバチッとハマるアイテムかなと思います。価格も今回ご紹介する中では最も抑えめで、なおかつ別注なので、なかなか他と被ることもないですし、この機会にしか買えないというですね特別感も得られるので、なかなかおすすめの1枚になってるかなと思うので、ぜひこちらもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですねこちらですね、417エディフィスのワッシャーナイロンマウンテンパーカーですね。価格が9900円ということで、先ほどの4点目を上回るですねコストパフォーマンスを見せてきたわけなんですが、これはですね先日417エディフィスさんにお邪魔した時に実際に着用しているので、まあ、ぜひ動画を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、今回ご紹介するナイロン系のジャケットの中では最もですねスポーティーな雰囲気をそぎ落としたようなブランドロゴがないものなので、
結構街着には使いやすいようなデザインになってるかなと思っています。スポーツブランドが作るナイロンジャケットの機能性だとか着心地の良さだとか、このあたりって確かにあると思うんですが、アパレルブランドが作るこのようなナイロンジャケットにも良さがあって、それがですねやっぱりデザイン性だとかサイズ感だとか今の時代にフィットしたデザインであるというところかなと思ってるんですね。まさしくこちらの417エディフィスのオリジナルのものに関しましても、デザイン自体はすごくベーシックなんですね。なので木をてらった部分は一切ないんですね。ブランドロゴなんかもなくて、左裾の部分にですねちょっとプリントが入っていますが、これもですねブランドロゴとかではないので、割とミニマルな雰囲気で使いやすいような一枚かなと思っています。スポーツブランドのロゴが入るというのはやっぱりですね賛否両論があって、ノースフェイスのロゴが入ってた方が気分が上がるという方もいらっしゃると思います。またパタゴニアの雰囲気もそうだし、ゴードウィームに関してもやっぱりロゴが持つパワーもあると思います。だけどもそういったものがなるべくない方が普段の着こなしの中に馴染みやすいよねって感じる方も確かにいるかなと思うんですね。まあそういった点ではこのようなセレクトショップのオリジナルのナイロンジャケットというのはすごく使いやすいと思います。ただ結構セレクトショップのオリジナルのナイロンジャケットってそこそこ値段が高い印象があるんですね。まあ、僕は普段のスタイリングで結構エディフィスのナイロンジャケットなんかを過去にご紹介することが多かったんですが、割と価格はもうちょっと上だったんですが、こちらに関してはやっぱり417エディフィスということもあって価格抑えめなんですね。9900円でこの質感っていうのはなかなかバランスがいいなと思いました。スポーティーなアイテムなんですけども、あえてですね他のアイテムはあんまりスポーティーなものじゃなくて、ニットと合わせてみたいだとかシャツと合わせてみたいだとか、ちょっと小綺麗なものと合わせながら街着の中にうまくミックスさせるとしたら、これはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあカラー展開は豊富ですが、もう断然ブラックですね。まあブラック一択で個人的にはいいかなと思うぐらい、まあこれは王道的な一枚になってるかなと思います。まあフードも結構大きめになっていて、ジップをしなかった時の襟部分のですねこの緩い雰囲気だとか、そのあたりも含めてやっぱりアパレルブランドらしいですねアプローチになっているので、見た感じの美しさ、ここにですねやっぱり特化してるのかなと思います。あとは表面にはですね軽いシワ感があって、このあたりも通常のですねスポーツブランドではあんまりやらないようなアプローチなので、すごくバランスがいいなと思いました。先ほどのグリーンレベルで別注のラッセルアセチックか、もしくはこちらの417のナイロンジャケットか、このあたりはやっぱりファッションブランドの作るナイロンジャケットという要素がちゃんと加わっているので、なかなかですね普段の着こなしとの親和性も高いと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人のナイロンジャケットナンバーワン決定戦ということでお届けをさせていただきました。5点皆さんにご紹介しましたが、肝心のですねどれが最強だというところをまだお伝えしてないんですね。まあ、この中から最強を選ぶのはなかなか難しいところかなと思います。ただまあ総合でナンバーワンはどれかなと考えると、やっぱりですねノースフェイスのコンパクトジャケットのブラックかなと個人的には感じています。これなぜかというと、やっぱりバランスなんじゃないですかね。すべてのジャンルですねここにおいて非常にバランスが高いというところですね。まずノースフェイスというブランドの世界観ですね、ここに魅力を感じる方も非常に多いと思いますし、あとはアウトドアブランドが作る機能性ですとか、しっかりとしたものづくりの背景というところも含めてやっぱりですねポイントは高いのかなと思います。またサイズ感は今っぽく、素材感はコットンライクで気軽に日常着に溶けやすいというところでは、すごくですね日常着との親和性も高いというところではナンバーワンになるのがやっぱりこちらかなと思っています。続いてはですねジャンルごとにちょっと考えていきたいなと思ってるんですが、この中で街着として使い勝手がナンバーワンにいいかなと思ったのが417エディフィスのですねナイロンジャケットかなと思います。ブランドロゴもなくて価格帯も最もリーズナブル、しかもデザイン的にはしっかりとですねアパレルブランドが作るというところでバランスの取れた一枚仕上がっているので気軽に使いやすいというところですね。まあ、ナイロンジャケットもちろんユニクロだとか GU だとか無印良品でも売っています。まあ、そのあたりでも十分だったりはするんですが、アウターというジャンルなのでちょっと目立つアイテムではあるんですよね。なので一定の満足感だとか自分の中で着た時の高揚感みたいなものはあった方がいいかなと思うので、まあ、それよりももうちょっと高い価格帯で言うと417エディフィスのナイロンジャケットはすごく使いやすいところなのかなと思っています。一方で個人的に一番
番好きなのはどれかというと、ゴールドウィンかなと思いますね。このストイックな雰囲気ですね。ハの字のジップだとか、あとは薄くて気軽に持ち運びがしやすいという点と、あとは色の表現ですね。まあ、ブラックの場合はどれもそこまで大きくは変わらなくなってくるかなと思うんですが、まあ、ダークブラウンですとかベージュだとか、ブラック以外の選択肢の時に色の表現の仕方にセンスを感じるのがやっぱりゴールドウィンかなと思うので、これは個人的なナンバーワンに挙げたいなと思っています。ただシーズンカラーってその時々で微妙に変わってきて、僕の中でのベストなカラーというのが出たらこれは購入したいなと思っています。まあ、今回ご紹介する中で最もベストなカラーといったら、パタゴニアのトレントシェル 3L ジャケットなんですね。このブルーとグレーの混ざったような色合い、これだけで僕は買ってよかったなと思うぐらいの完成度だったんですね。この色をですね、他のブランドでも作っていただきたいというぐらいですね、気に入っているので、色という観点で見たら最も優れているのがパタゴニアのトレントシェルなのかなと思っています。まあ、こちらはどちらかというと今回ご紹介した中でもガチなんですよね。最もガチでいろんな場面で使いますというところで考えると、パタゴニアトレントシェルがナンバーワンになってくるかなと思っています。そして実際に着た時の満足感だとか、コラボアイテムというところでの気分が上がるというところも含めると、グリーンレベル別注のラッセルアスレチックのですね、ナイロンジャケットもすごくバランスが良かったなと思います。僕はこのようなコラボアイテムだと安くても2万円超えてくるのかなと思ったんですが、13,200 円でこの質感のものを出してくるという驚きがあったんですね。実際に試着をした時にもすごく良くて、これはもうちょっと高見えするなというところでは驚きがあったので、コストパフォーマンス部門で言ったら価格帯に買いやすいというところでは417が強いかなと思うんですが、この価格帯でこの質感、この特別感というですね、コスパの良さで言ったらこのラッセルアスレチックグリーンレベルのものが一番良かったんじゃないのかなと思っています。ということで結局はですね、どのアイテムにもそれぞれのナンバーワンの項目があるんじゃないのかなというのが僕なりの見解でした。ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した中でどれが一番しっくりきたのかコメント欄で教えていただきたいですし、他にも無数のナイロンジャケットがあるので、皆さんの推しのナイロンジャケットもコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、このような形でなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランド、このあたりの内容に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいた質問に直接お答えする形で楽しく運営してますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。こちらの方では動画じゃないんですね、写真と文章ベースでおすすめのアイテムをどんどん解説をしています。僕も毎日投稿していますし、僕以外の専門家の方も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっています。こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。